はい、ノートリハビリ研究所の坂本としまさです。ここ何回かシリーズで、自費リハビリ整体院ダイエットのですね、サービスメニューについて、説明をさせていただいています。はい、今日はですね、スポーツ整体、はい、スポーツ整体の内容について、お話したいと思います。はい、スポーツ障害とか、そういうスポーツ絡みの、体の不調であったりということを治す整体なのかなと思うんですけど、実際のところはどうなんでしょうか。うん、そうですね、怪我をしてから復帰するまで、まあ、他に、特に怪我はしてないけども、例えばどういうトレーニングをしたらこれからもうちょっといいパフォーマンスを、ね、発揮できるかっていうようなところも、このスポーツ整体の中では見ていけるプログラムになっています。うん、まあ、競技復帰ですよね。はい、まあ、ちょっと怪我して、はい、スポーツができるところまで復帰してもらうといったこととか、あと競技力の、ね、向上、はい、成績アップのための整体、はい、もやるというところですよね。まあ、対象者の年齢層とかはあるんですかね。特には設定していません。ですね、まあ、中学校、高校、大学、まあ、部活してましたっていうような方でもいいですし、まあ、大学卒業して、まあ、例えば、まあ、プロに行く、ね、方でも全然大丈夫ですし、まあ、例えば趣味でやってます、例えば社会人の何か、サークルみたいなのに入って、まあ、毎週のようにこうトレーニングしてるような方でもいいですし、まあ、年取って60歳からスポーツ始めましたっていうような方でも大丈夫ですので、まあ、特に年齢制限はなしで、はい、やっています。プロアマ問わず、はい、ですね。うん、まあ、スポーツ整体とかスポーツ医療とかですね、まあ、なんか特別なことをするんかなという、気もするんですけど、まあ、実際にはその出口といいますか、目標がスポーツレベル、スポーツできるレベルまで回復させたり、競技のね、パフォーマンス上げたりっていうところで、まあ、目標設定がちょっと違うっていうのが特徴ではあるんですけど、うん、そこに使われる技術自体はその他の、まあ、整体とかリハビリで使う技術と、まあ、同じようなものを使うっていうところですよね。筋肉っていうのは、まあ、結構ねスポーツしてると太くなってくるんで、まあ、その辺は調整の技術でも結構必要になってくるきますけれども、基本は一緒ですね。うん、はい、まあ、あとその競技だからこう必要とされる、うん、関節の柔らかさとか、うん、筋力とかですね、いったものもあるでしょうし、はい、体の使い方っていうのもあるので、うん、まあ、競技特性に合わせた、まあ、そういう身体面 の、 指導ですね。で、あとメンタル面、はい、メンタルのコーチ、メンタルコーチングをこう取り入れたりとかもされているという。そうですね。まあ、メンタルコーチングをしてるんですけど、ね、パフォーマンスが上がらないのは結局自分でこうこれ以上は無理かなっていう、例えば、ね、制限をかけているっていう場合もありますし、まあ、その会話の中でですね、こう例えば何で伸び悩んでるのかっていうのを自分で気づいてもらう、こうメンタルっていうのも整えていきましょうっていうような形でやってます。やっぱマインドセットね、心構えということですけど、それは非常に、ね、まあ、大事で、まあ、スポーツに限らず、お仕事されている方、ビジネスマンとかでもやっぱり問題に対してどういうふうにその自分が向き合っているのかとか、うん、あるいはセルフイメージ、うん、その自分 の、 その実現する姿、そのイメージをどういうふうにこう描いているかによって、そこにたどり着けるかどうかっていうのもこう決まってきたりっていうの、はい、ことも言われていましてですね、はい、まあ、それをまあスポーツに応用して、そういうメンタルサポートもしていくっていうのが特徴になるかと思うんですね。はい、はい、それでは今日はスポーツ整体についてですね、お話を伺いました。はい、また次回お会いしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。